呼び捨て希望、しおりからいただきました。マモちゃん、マモ版は、ついに、2015年ライブツアーのタイトルが発表されましたね。そうなんです。タイトルが発表されたんですよ。そのタイトルは、Amazing!ってちゃんと書いてくれてる。今回のツアー、バレンタインから始まるということで、相手がいない一人身にとってバレンタインは寂しいイベントですが、来年はマモちゃんがそばにいてくれるので、幸せなバレンタインを迎えられることができそうです。よかった。一緒に過ごそうね。甘い時間を。どんなツアーになるのか今からワクワクしています。アメージングな宮野守のアメージングな歌声やパフォーマンス、期待していますね。ありがとうございます。そうなんです。決まりましたよ。アメージングでございます。そして、呼び捨て希望、ラナからいただきました。ラナ、マモ版は、ツアータイトル見ました。アメージング。どんな意味なのか慌てて調べました。かっこ悪い。どんなライブになるのか、何が起こるのか楽しみで、ワクワク&ソワソワしています。当分、アメージングという単語が頭から離れませんね。かっこ笑い。今度テストで書いてしまいそう。いや、ダメだろ。アメージングって答えじゃないのに書いちゃダメだろ。ね。これからどんどん情報解禁が続くということなので、本当に楽しみです。あ、ですが、ツアーの前に FC イベントがありますね、と。あ、そう。あるね。もっとどんどん盛り上がっていこう。はーい。いろんなことが巻き起こるから、はい。楽しみに待っててください。そう、アメイジングでございますよ。もう一枚、いこうかな。いこう。ラジオネーム、あゆっこさんからいただきました。マモ、こんばんは、こんばんは。ブログでスペシャル情報の発表がありましたね。ありましたね。マモルミヤのライブツアー2015。アメイジング!イェーイ!ワイ!パチパチパチ。今からどんなアメイジングなことが起こるのかと、ドキドキワクワクです。私は青森に住んでいるので、チケットが取れたら仙台に参加したいと思っています。2年ぶり2度目の仙台。マモがまた東北に来てくれることがとっても嬉しいです。ありがとう。マモ、ありがとうだって。こちらこそありがとうございます。これから、どうしてアメイジングになしたのか、などのお話も徐々に聞けるのを楽しみにしています。そうだね。いろいろ話していきたいと思います。まだ、実は、まだ僕の頭の中だけだったりとかするので、そのライブの内容とかね、これから、スタッフのみんなと話し合って作っていきたいと思いますが、まずはこのタイトル発表、Amazing。Amazing のタイトルに負けない、素晴らしいライブを作り上げていきたいなと、もう気合は十分なので、皆さん、楽しみに待っててください。